11月の週末、もうすぐ雪の季節が到来する町はお祭りでにぎわい、多くの人たちが楽しんでいます。このお祭りは福島県浪江町で明治時代から受け継がれてきた伝統的な行事の一つです。もともとは浪江神社の祭日に位置が立ったのが始まりとされています。今年もおよそ300点ほどの露店や町民によるステージ発表などでにぎわいました。今日は東海地だからって見に行こう。もう昔からのお祭りなんで、東海地は私にしてみれば、もともと東海地でお店手伝いしてたので、もう来ないと気になって仕方がないというか、そういう感じですね。福島県中部中通りに位置する二本松市。この二本松市には現在福島第一原発事故により避難を強いられている多くの人たちがいます。その数、平成26年11月現在2233人。仮設住宅や浪江町の借り上げ住宅などに避難をしています。避難先である二本松市で年に一度大きなお祭りが開催されています。復興浪江町東海地祭です。このお祭りは二本松市の東隣浪江町で行われていた東海市がそもそもの始まりです。本日は震災以来4回目のですね、東海地祭がこのように開催されますことという嬉しく思っております。いわゆる町残し、これは我々にとって非常に厳しいことになりますけれども、やっぱり今までの伝統文化、そういうものをですね、やっぱり絶やしてはならないというふうに考えています。歴史ある浪江のお祭りを復興浪江町東海地祭として再開に尽力したのが NPO 法人まちづくり NPO 新町浪江です。まちづくり NPO 新町浪江は浪江町の新町商店会が中心となり設立された団体で、福島第一原発事故の前にも有志を中心に地元浪江町で各種イベントなど積極的な活動を行っていました。二本松市への避難後、地元の復興活動にあたり任意団体では限界を感じた商店主たちが集まり、 NPO が設立されました。そうですね、2011年 3月の震災の後、結局我々の仲間もみんなバラバラで、どこに誰がいるのか分からなかったんですけども、5月の下旬に浪江商工会の総代会があったんですね。それでそこで皆さんが全員顔を合わせることができた。で、みんなで話しているうちに、みんな浪江のために何かやりたいねっていう話の中から、じゃあなるべくこの町民の絆をちゃんとつないでいくのにはどんなことをやったらいいのかっていうことで、まず考えられたのが夏に向かって盆踊りをやろうということになりました。二本松市内で浪江の盆踊りを復活させたまちづくり NPO 新町浪江。そんな中、浪江町民にとってとても大事なお祭りの復活話が持ち上がります。浪江町の東海地の復活、現在の復興浪江町東海地祭の開催です。 NPO も立ち上げながら東海地もなんとかできないかっていう役場の方からの話もあって、ぜひそれぜひなんとかやりたいですねっていう話はしてたんですけども、
でもやっぱりその東海町をやるっていうのがやっぱり浪江の人たち の希望とか元気につながっていけばこれなおいいんじゃないかということで、お祭りという町のシンボルを復活させた町づくり NPO 新町浪江、避難に伴い全国へと離れている浪江町民をつなげる活動も行っています。その一つが全国各地で行われている交流会です。浪江町などと協力し、これまで全国で37回の交流会が行われています。12年の4月から、全国に我々のメンバーがお邪魔して、まあ、全国7地域の中で北海道から沖縄までの中で、まあ、東京も含めてですけども、まあ、我々が行って交流会を開催するっていうことをやったんですね。浪江の町民の人たちに集まっていただいて、まあ、情報もなかったし、その地域に誰が住んでるのかもう分からなかった中で、やっぱこう集まってくれた人たちっていうのはやっぱそこでやっぱネットワークができていったっていうことがありますね。まちづくり NPO 新町浪江は他にも仮設住宅などの自治会支援も行っています。交流会や自治会の支援などを通してどのような効果が生まれているのでしょうか。まあ、住民の方もね、なかなか先が見えないっていうのが本音ですよね。でそういう中でやっぱり少しでもこう地元の知り合いに会えてホッとするっていう、まあ、その人たちの我々の動向からまた将来を予測することもできたりなんかっていうこともあるのかなっていうふうには思ってますけども。まちづくり NPO 新町浪江では浪江町民の未来を考え復興ビジョンを策定するなど町に対しての提言なども行っています。浪江町をどんな形で復興させるのか、早稲田大学の研究室と一緒になって町民が参加しての復興ビジョン作りを行いました。県外にどこか例えば浪江町を作ろうとかっていうのはちょっと違うかな。やっぱりふるさとを奪われないため の大前提の目標なんですよね。自然豊かな場所なもんだから早く再生したいと思っています。まあ、行政は行政でね、一応復興計画作る部分はあるんですけども、やっぱりそこにこの細かい町民たちの声がなかなか反映しにくいっていう部分もありまして、まあ、我々はじゃあ一つ民間版としての復興計画も作ってもいいんじゃないかという、いろいろ模型を囲んだりですね、それから各地に、私たちも出向いていって、それで、そういうワークショップをしながら将来のことを考えて、そういうことで次の年の夏にですね、復興ビジョン24の提案というのをプロジェクトの提案というのをまとめたんですね。でその時に、まあ、皆さんがやっとこう夢をこう持つことができたっておっしゃったのが非常に印象に残ってます。11月29日と30日、二本松市でまちづくり NPO 新町浪江が運営に協力をしている復興浪江町東海地裁が開催されました。東海地がね、また再開されるとみんな思ってなかったみたいで、でやっぱり実際にこの東海地があるんだなっていうことが皆さんにこう、まあ、広報とかなんかでもお知らせしたりなんかもしましたけども、実際に遠い方は九州の方からもわざわざ九州まで避難していた方が東海地があるということで戻ってきて東海地に参加したりということがありましたので、会場では露店とは別に避難している町民の方々が避難先で作られた品の数々も展示されています。あれはね、昔からのね、道理なの。昔はああいうの入ったの。ああ、なるほど。うん。普通は、花屋さんで買ったら1万以上するよ。やはりこういう場所でお互いこのいろいろなものを発表するということにおきましては本当に対抗心も出てくるじゃないですか。で今まで何もやなかったというところ、
そういうところもこう刺激されて何かしら一つこうやっていただければなんて言いますかね、この見守りですね、それからそのボケ防止、そういうあのなんて言いますか活動につながるんじゃないでしょうか。こちらでは各大学との連携プロジェクトが発表されました。これらの展示物はまちづくり NPO 新町浪江で保管管理しています。メインステージでは浪江の伝統芸能をはじめ歴史を伝える紙芝居など数多くの演目が披露されました。浪江町のお祭りとして始まった十日市、二本松市で開催されるようになって早4回目。お祭りの出し物では二本松市の伝統文化も披露され、十日市祭を通じた伝統文化、精神的交流も行われています。まずここで十日市が開催されるということで、県外県内から浪江の皆さんがお集まりになって、一つの心の拠り所になっているというのは非常に素晴らしいことだと思いますので、我々もどんどん協力したいと思いますし、これをやっていただくことによってまた日本松全域にやっぱり元気がこう波及されるという部分もありますので、お互いにとって非常に素晴らしいことだなと思っております。行政である浪江町は町民自ら立ち上がり復興に取り組む団体をどのように思っているのでしょうか。大変ありがたいですね。どうしても役所はですね、被災直後は震災の対応に追われますし、で今はですね、通常の役所としての業務もありますし、避難先での生活支援という業務もありますし、それから今始まっているのが町内、一旦避難した町内をもう一度再生していくという業務、今3つを一つの役場がこなしているという状況で、そういったなかなかその役所が手が回らないところをやっていただくというのは大変ありがたいことだと思います。まちづくり NPO 新町浪江は分散を強いられている地域のまとめ役になっており、町民を元気づける活動を行っていることなどが評価され、平成25年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。もちろんね、十日市とか盆踊りも含めてそうなんですけども、我々はやっぱり絆をつなぎながらも、将来的にはね、ちゃんと浪江の町で復興して、その町の中でやっていければなというふうには思ってますけども、でもそんな短い間に浪江町復興ってなかなかできないと思うんですね。我々も代をつなぎながらね、次 の, やっぱり活動してくる人たちを育てながらこういかないと、将来の浪江の町でそういうものを復活するっていうのは難しいのかなっていうふうには思ってますけどもね。まちづくり NPO 新町浪江は行政や大学など多くの団体と協力し、浪江町を、町民の絆を守り続けていきます。